クリア系は第二競争2歳新馬戦、1番人気に3番の痩せすぎ健康、2番人気5番の夢のベローチェ、そして3番人気に2番のコンシティトゥート、4番人気に1番のインザロングロード、5番人気にヨーロッパバギーとなっています。負担金量は定量52キロ、ダートの 1200m 右回りで争われます。それでは皆さんもどうぞどの馬が勝つか予想しながらご覧ください。まもなくファンファーレです。秋晴れのクリア競馬第2レース2歳新馬戦、さあ各馬枠入り完了してスタートしました。好スタートを切ったのは痩せすぎ健康、2番手の位置夢のベローチェ、その後ろから無知を使って上がっていきましたのがチャット騎手とコンシティトゥート、外から赤い帽子のヨーロッパバギー、そして内々通ってインザロングロードといった体勢で向こう正面を通過。さあ先頭コンシティトゥートリード半馬身ぐらい、外から行ったのが痩せすぎ健康、うち3番手の位置ちょっと離されてインザロングロード、4番手の位置夢のベローチェ、最後方からヨーロッパバギーといった体勢で各馬3コーナーを右手にカーブ。さあ最初の 600m 38秒7で通過、先頭変わって痩せすぎ健康、内からコンシティトゥート、その後ろ3番手ちょっと離されてインザロングロード、後方4番手の位置にヨーロッパバギー、末脚にかける夢のベローチェ最後方です。さあ各馬最終直線に入ります。先頭コンシティトゥート、リード半馬身ぐらいですが、外から痩せすぎ健康が変わってこれが先頭になって、3番手大きく離されてインザロングロード、外から末脚にかける夢のベローチェ、そして最後方ヨーロッパバギーもようやく追い込み体勢ですが、先頭痩せすぎ健康リード1馬身保って内からコンシティと粘るが、先頭痩せすぎ健康は5輪、勝ち時計1分16秒9、上がりの3波の38秒2です。終始2番手につけての競馬、見事差し切って痩せすぎ健康新馬勝ち、着順掲示板と思っています。すんなりと止まりました。1着3番の痩せすぎ健康、2着2番コンシティトゥート、3着に5番の夢のベローチェ、4着1番のインザロングロード、そして5着に4番のヨーロッパバギー入選しています。勝ち時計は1分16秒9、上がりの3波論38秒2、若干前半に時計がかかる競馬でした。スローペースでの競馬、1着3番の痩せすぎ健康、オクルス騎手今日2勝目。クリハ競馬第2競争以上の通り確定しました。第2競争確定しました。1着3番痩せすぎ健康、後位から差し切っての強い競馬新馬勝ちです。どうぞクリハ競馬第3競争もお楽しみください。